こんにちは。メランコイック監督の、田中誠二です。今日はよろしくお願いします。こんにちは、メランコリックの、主演とプロデューサーを務めた皆川洋二です、よろしくお願いします。はい、こんにちは、メランコリックの松本役と、タクティカルアーツコーディネーターアクションシーンの構成ですねを担当いたしました磯崎義雄です。よろしくお願いいたします。今回はこの僕らが作ったメランコリックという映画のご紹介というか、それぞれの思い入れのあるシーンというのをどんな思い出として僕らが今捉えているかというのを3人でおしゃべりしながらご紹介できればと思いますので、今回銭湯で人が殺されるという映画なんですけども、まあ、楽しい映画でございますので楽しく振り返っていければなと思っております。メランコリックはですね、自分はもともと俳優だったんですけど、同級生の、仲のいい、監督の田中誠二、そして磯崎義雄も、この2人を誘って本当に自主映画という形で、作らせていただきました。で、これから見ていくシーンなんですけど、もう映画の終盤になっていくんですが、鍋岡というこのメランコリックという映画の主人公の実家のみんなで晩御飯を食べるというシーンでございます。でそこで、あまりこれまでの人生で交わることのないような生き方をしてきた2人が同じ釜の飯を食べるみたいなシーンになるんですけども、じゃあそこでどんな、思い出が僕らの中で振り返られていくかというところをじゃあ実際にここで見ていきたいと思います。はい、ここですっとこの松本という金髪のキャラクターが出てきたときに、東京国際映画祭だったかどっかの映画祭で笑い声が起きてたのはめっちゃ覚えてるんですよね。で、あ、ここで笑うんだって結構びっくりしたのは覚えてますね。はい、でもなんかこう普通に撮影の時に面白シーンだとは全く思ってなかったよね。いや、まあ言うたらちょっとほろっとするシーン、とは思ってたよね。だから撮りながらだって、スタート誠二君もちょっと感動してた部分ではあるよね、ここ。いや、あと俺なんか思い出残ってるのが、誠二君が結構カットの絵の多分松本のうどん食べるところは結構こだわって多分撮ってたなってイメージ。あれだよね、隣の部屋から、そう、襖の間からね、まあ、今まで言えば結構食卓の映像がある意味定点で結構撮られてるところが多かったけど、まあちょっと変わるっていうところもあるし、そうそうそう、あそこら辺も結構、松本がうどん食べてるところを隣の部屋から、まあ、ちょっと透明で映してるカットっていうのは結構俺もこだわりだったんだけど、そのこだわりのカットを撮ってる時に松本役の義友くんはちょっとおふざけアドリブみたいなのを入れたんで。あ、やってたね、なんかやってたわ。やってたわ。だからここなんだっけ、松本にとって本当にうどんが美味しいっていうシーン。でもあそこの食事中の会話っていうのは台本に書いてないから、基本的にその流れで自由に登場人物として会話してもらってたけど、なんか、なんて言ってたっけ、吉友。いや、これ、餃子食べていいですかって言ってた。なんか普通に楽しんでたの。そう、普通に楽しんでるし、なんかもう俺はうどんに夢中になってほしいのに、なんかちょっとそれも食べていいですかみたいな感じ。なんだろうね。そうだ、あったあった。集中力が切れちゃったんだね。普通にご飯食べてたんでしょ。いや、しかもこれ集中力って言ったけど、これなんなら初日だからね。撮影初日。初日から疲れましたよ、もう。まあね。まあ、本当最後の初日の最後の最後だったけど、もうでも巻き返したからね、その後もう切り替えて。いや、まあ、そうだね。まあ、でもあれはいいカットが取れましたよね。はい、あと、これはもうこのシーンに限らないけど、食卓のシーンでよくその観客の人たちから揚げ物が多い食卓ですねっていう。感想をよくもらうし、この食卓には取り皿がないんですねとか、
そうね、直橋ファミリーだよね。直橋ファミリーそう。で、それをもらうたびに、正直やっぱり、まあ、吉友が今言ったように余裕がなくて、あの食卓に並んでるものがどういう状態であるべきなのかっていうところまでもう全く気が回ってなかったっていう、本当に正直なところで、その、そうだね、助監督の釜石さんが用意してくれたやつをもうそのまんま取るみたいな感じだったから。そうだ、いや用意してくれたというか、まあ、出来合いのものをもう買ってきて、唐揚げとか出来合いのものだったから。うん。そう、だから揚げ物が必然的に多くなるし、そうだから揚げ物がなんで多いのかに関しては、別にこの家族がそういうのが好きだからっていう設定を考えてたわけじゃなくて、単純にスーパーで買ってきたもので用意してるからが答えになるんですよね。もう本当はね、こういう食卓に並んでるものとかって監督はめちゃめちゃこだわらなきゃいけないもんなんだと思うんだけど。まあ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 、うん、でまあ、大事だよねと言いつつ、それはもうしょうがない、しょうがないというかね、この自分たちができる。だね、うん、まあ、範囲の最大、はい、最大限の時間と予算といろいろ込みで苦肉の策で最終的にこうなってしまったっていうのだけはお伝えしたい。鶏皿ぐらい置いとけばよかったよ、ね、あれも気づかなかったもんね。いやいや、もう本当にね、長編映画は初めてだから、うん、まあまあ、なんで気づかなかったんだろうね、うん、見てる、また見るべき場所っていうのは訓練が必要なんだろうね、多分その撮影をしていく中で、うん、でどうしてもやっぱりその俺も監督としてやっぱりすごく未熟だから、その人物がどういうふうに演技してるかっていうところをやっぱりものすごく見ちゃうんだけど、やっぱり映画っていうのは一つの写真として見るべきで、うん、まあ、その時にその写真がどういう要素で出来上がってるかっていう全体を見るっていうのはやっぱりあれ鍛錬が必要だよね。どうしても動いてるもん見ちゃうもん。まあね、だからやっぱりそれはもちろん家具とかもそうだし、もう置かれてるもん全てにおいてのやっぱりそこまで目を向けられるっていう状態ではなかったのはやっぱ本音のところかもね、それは。そうね、まだ、まあ、だからまあその意味では、まあ、この食卓のシーンはあのすごく観客の人たちも笑ってくれたシーンだし評判のいいシーンではあるけど、うん、トップクラスにやっぱり反省も多いシーンというところで、まとめさせていただければと思います。はい、はい、この映画は日本で2019年に公開をされた映画で、僕らの中でやっぱり初めて作った映画ということで、数年経ちましたけどすごく思い入れの強い映画で、すごく今回北米で皆さんに見ていただけるというのがすごく嬉しく思っております。この映画がまたさらに見たことなかった人に届くっていうのがすごく嬉しい気持ちなので、楽しんでいただけることを願っております。この映画はですね、自分が、初主演でもあり初プロデュース、そして、まあ、初の映画作品作りと、もう本当に初尽くしで、すごく思い出に残ってるというか、もうものすごく自分の核になってる作品だと思います。本当に今このうどんのシーンですね、ちょっと説明させていただきましたけど、お客さんが物語を通して見たときに、きっとここは何か残ってくれるシーンになるのではと思っております。皆さんの反応をすごく楽しみにしております。楽しみにしてください。この映画は、まあ、大好きな仲間と大好きなことをやりたくてできた大好きな映画で、今、世界にも公衆浴場っていうのはあると思うんですけど、まあ、ジャパニーズ銭湯というものにもいろいろ興味とか持っていただけて、いただければと思います。で、今のシーン、食卓のシーンなんかも、まあ、いろいろことが起きて、まあ、箸休めじゃないですけど一旦ちょっと、まあ、ゆっくりできるようなシーンにもなっているので、まあ、そういういろんなシーンのその色とか色の違いとかも見て楽しんでいただければと思っております。ありがとうございます。